先月22日に再開通した観光道路、磐梯吾妻スカイライン。吾妻山の頂上付近、標高1600メートルに位置する福島市の浄土平には、バイクや車が次々と訪れていました。レストハウスの前の駐車場は、昼ごろにはほぼ満車の状態となりました。昨年に比べますと、およそ同じ時期で、倍ぐらいですね、倍ぐらいにお客様足運んでいただいております。特に県外からお越しいただいている方もかなり多くいらっしゃっているようで、去年のゴールデンウィークは新型コロナの感染拡大で首都圏などを中心に行動制限がありましたが、今年は3年ぶりに制限がなくなったこともあり、県の内外から多くの人が訪れていました。ああ、いいですよね。やっぱり来た甲斐があるなと思います。はい、吾妻湖富士の河口付近です。今日は空気がひんやりとしていますが、ご覧のように多くの方が登山を楽しんでいます。まだ雪景色が楽しめるのもこの時期ならでは。訪れた人たちは吾妻山の遅い春を肌で感じていました。初めて来ましたけど、そうですね、すごい。ちょっと綺麗とは聞いていたんですけど、いや、想像以上に良かったです。浄土平のレストハウスもお土産を買い求める人などでにぎわいを見せていました。楽しかったけど風が強かって寒かったです。浄土平の駐車場は7月31日までは無料で利用できるということです。磐梯吾妻スカイラインは今月6日からは午後5時から翌朝7時までの夜間も通行可能になり、星空を楽しむことができます。